ゲームオーバー。あいったった。ご主人様、ルピー、お二人とも大丈夫ですか？え、お兄ちゃんも転んだの？怪我してない？それならよかった。二人同時に転んじゃうなんてこれって勝負はどうなるの？あ、いけない。ルパンたち、びっくりした？ルピーは無事だから心配しないで。転んだ痛みよりも今はドラーとヤンに怒られる方が怖いかな。もちろんルパンたちが走る姿を見たがってたんだもん。ヤンからバトンを受け取ってすぐ転んじゃったから結局見せられなかったけど。誰が何を見たかったって？ん？ヤン、お疲れ様。せやで、ほんま疲れたわ。誰かさんのおかげで走った甲斐もなくなってしもうたけど。それで結果はどうなったの？起き上がって直接聞いたらどうや？ご主人様、私の手に捕まってください。オッケー。両チームが転倒。あっという間の出来事でしたが、幸い事前にセッティング済みのカメラでビデオ判定が出ましたよ。ルージュ、結果をお願いしますね。はい。まずカメラについてですが、皆さんの様子は後々コインラッシュでゲーム化するために撮影されています。参加申込書に記載してある内容ですので、個別の質問にはお答えできません。まず今回はソーダがバトンを落としかけていましたが、そのバトンをキャッチしようとしたプレイヤー様が交代し、隣のレーンから伸びていたルピーの撮影用自撮り棒と接触しました。それと同時にルピーの足がハードルに引っかかり、二人とも転倒する結果となっています。So、判定結果は、自撮り棒がレーンをはみ出していたこととハードルが倒れたこと、その二つの原因となっていたことから、ルピーの反則負けとしますよ。おおやっぱり。あ、ファーストゲームはここまで。リタイアした選手は引き続き見学しても退場しても OK です。明日のセカンドゲームまでフリータイムを楽しんでくださいね。ちなみにゲーム化された今晩のデータはもう2階のゲームゾーンでプレイできますよ。ぜひ遊んでくださいね。ではコインラッシュでスペシャルなナイトを過ごしてくださいよ。エンターテイメント。